ッターボックスは6番中田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。低めストレートストライク、あっという間にツーストライクです。ボールになります。大きく外れてボールです。ドカーこれ決まったでしょ。入ったホームラン、同点のソロホームランです。ジャイアンツこの終盤試合を振り出しに戻す大きな一発となりました。追い込まれてからのストレート、前でさばいた打球は大きな弧を描いてスタンドへ。同点に追いつきましたジャイアンツ、1対1。ここ一番の集中力が光ります。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。いいピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。いやーナイスバッティングですね。試合は振り出しに戻りました。今画面に出ているのが先ほどの配球です。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。一塁牽制球セーフ。2球目は何で来るか。アウトコース外れます。ボール先行です。一塁牽制、一塁はセーフ。しつこく牽制を入れます。セーフ。ここも牽制、一塁はセーフ。高めのボール打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり東京ドームのスタンドに消えていきました。ストライクを取りに来たところ逆方向へ打ち返したあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ5対0。いや速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。うん、そうですよね。完璧に捉えましたからね。この前半戦で試合を決めにかかっています。バッターボックスには中田が入ります。ピッチャーとしては警戒が必要なバッターですよ。さあ2アウトにはなりましたがなおも満塁の場面。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。さあまず1球目、初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんですよね。ああそうですか。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。ジャイアンツが先制しました。4対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。さあ、ここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや、うまく打ちましたね、これは。この一発で初回から先制点を奪っています。